ジョナサン・ヒルド・レッド・ウォール・ジュニアは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州、ローリー出身のプロバスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツに所属している。ポジションは、ポイントガード。父親は、強盗で、刑務所に入っていたが、彼が9歳の時に釈放され、1ヶ月後の1999年8月24日に、肝臓癌のため52歳で亡くなった。 母親はいくつもの仕事を掛け持ちして、ウォールや彼の姉妹を育てた。ドリュー・グッドマンリーグで、フリースローを打つウォール・ケンタッキー大学、デューク大学、ジョージア工科大学、カンザス大学から勧誘を受けた中で、2009年5月1日、ケンタッキー大学を選び入学した。ケンタッキーでの最初の展覧試合と、レギュラーシーズン初戦を、 予費を不正に受け取ったことで NCWA による出場停止処分を受け出場機会を逃した。ケンタッキーワイルドキャッツでの20日お店となったクラリオン大学との対戦で28分出場し27得点9アシストを記録した。シーズン戦デビューとなったマイアミ大学との対戦で残り5秒から勝利得点を挙げた。 2009年12月29日のハートフォード戦で、ケンタッキー大学記録となる1試合16アシストを1ターンオーバーのみで達成した。NCWA トーナメント東地区決勝で、ウェストバージニア大学に敗れはしたものの、35勝3敗という、高勝率でシーズンを終え、2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。 2010から11シーズンウォーミングアップをするオール2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリー全体1位でワシントン・ウィザーズに指名されて入団した。この年末にラスベガスで行われたサマーリーグで平均23.5得点、7.8リバウンド、4.0アシスト、2.5スティールを上げた。デビュー戦となった。 オーランドマジック戦では14得点、9アシスト、3スティールを挙げたがチームは83から112で敗れた。キャリア3試合目、ホームでの最初の試合でチーム記録体の9スティールを挙げた。また NBA 史上2人目となるデビューから3試合連続で9アシスト以上を挙げた選手となった。11月10日の試合では19得点、10リバウンド。 13アシストを上げて、初のトリプルダブルを達成した。この試合ではさらに6スティールを上げて、ターンオーバーはわずか1回であった。またマジック・ジョンソン以来 NBA 史上2人目となる、デビューから6試合で、トリプルダブル、6スティールを達成した選手となった。また NBA で、トリプルダブルを達成した選手では、レブロン・ジェームズ、ラマオドムに次ぐ3番目の若さであった。 2011年のオールスターウィークエンドに行われた、ルーキーチャレンジでは MVP に選ばれた。1月から4月まで、イースタンカンファレンスの最優秀新人選手に選ばれ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、ブレイク・グリフィンに次いで2位となり、NBA オールルーキーファーストチームに選ばれた。2011から12シーズン2年目の2011から12シーズンには、 ライジングスターズチャレンジに選ばれている。2012から13シーズンしかし3年目の2012から13シーズンは怪我で開幕から欠場を余儀なくされた影響もあり、チームは開幕12連敗を喫し、ウォールは批判を浴びることになってしまった。2013から14シーズンフリースローを試みる、ウォール迎えた2013から14シーズンは、 初の NBA オールスターゲーム出場。ルーキーシーズン以来の82試合、全試合出場も果たし、ウィザーズを2008年以来のプレイオフ出場に導いた。2014から15シーズン2014から15シーズンは、前シーズンの経験を生かし快進撃を演出。2年連続で NBA オールスターゲームに出場し、ウィザーズを2年連続で、 プレイオフ出場に導いた。2015から16シーズンレイアップをするウォール2016から17、シーズン2017から18、シーズン2017年7月21日、ウィザーズと2019年から4年1億7000万ドルで契約を延長した。この契約は当時のレブロン・ジェームズやケビン・デュラントなどの契約よりも超高額であり、 その後2017から18シーズン以降は、怪我による戦線離脱が多いなど、メディアやファンなどからは NBA 史上最悪の契約とも評されている。2018年1月、アディダスと新たに5年契約を締結したことが発表された。ウォールは以前にもアディダスと契約しおり、自身のシグネチャーシューズも発表されていたが、ここ2年ほどは、 どこのブランドとも契約しておらず、ナイキなどのシューズを履いてプレーしていた。2018年2月18日に行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表された。しかし、2018年1月30日、左膝の手術により、今後6週間から8週間の間戦線を離脱すると報じられた。これにより、オールスターゲームも欠場する。 2018年3月31日に行われた、シャーロット・ホーネッツ戦で2ヶ月ぶりに復帰し15得点、14、アシストを記録。試合はウィザーズが107から93で勝利した。4月5日に行われた、クリーブランド・キャバリアーズ戦で28得点、14、アシストを記録。試合はキャバリアーズに119から115で、逆転負けした。プレーオフ1回戦。 対トロントラプターズの3戦目で28得点、14、アシストを記録、試合は122から103で勝利し、シリーズを1勝2敗とした。第4戦で27得点、14アシストを記録、試合は106から98で勝利し、シリーズを2勝2敗とした。2018-19シーズン2018年11月26日。 ヒューストンロケッツに135-131で勝利した試合でフランチャイズの通算得点記録でウェス・アンセルドを抜いて3位となった。12月16日40得点14アシストを記録しロサンゼルスレイカーズに128-110で勝利した。12月29日左かかとの負傷で残りのシーズン前休となった。 2019年1月に手術を受け、その時の石灰での感染症から回復したが、その後、自宅で滑り転倒し、左アキレス腱を断裂し、12ヶ月間の治療が確定した。2019から2020シーズン前述のアキレス腱断裂の影響により、同シーズンは全球を強いられた。2020年12月2日、ラッセル・ウェストブルックとのトレードで、 ヒューストンロケッツに移籍した。2021年3月22日のトロントラプターズ戦にて19得点11リバウンド10アシストを記録し、2016年以来となるキャリア8回目のトリプルダブルを達成した。同年4月26日 MRI 検査の結果、 右ハムストリングの負傷で2020から21シーズンの残り試合を欠場する見込みと発表した。さらにあと2年の大型契約を残していることもあり、ロケッツ側はウォールとの合意の上で再トレードの可能性を模索していると報じられた。ありがとうございます。